はい、まあ、こうねーです。ちょっと、ショーが変わったので、雰囲気をリニューアルしてみました。どうでしょう <laughs> まあね、こういう時写真買って便利だよね。あの、自分の写真持ち出せるから <laughs>。そう、まあ、あの、ショーごとに試行錯誤しながら、あの、なんか、イメチェをしていきたいと思ってるんですけども、あの、 まあね、正直これ、私の好みって言われたら、なんか作ってみたけど、うん、どうだろう。でも、私の好みとアクセス数って <laughs>、あのー、あの、あの、全然関係ない <laughs> っていうのを、最近思い知ったので、まあ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 、とりあえずこれでやってみようと、うん、いうことになりました。で、 ちょっとね、あの、大人っぽい雰囲気にしたというか、あの、AI とね、ちょっと相談しながら、調べてみると、16時間断食って、あの、ビジネスパーソン、要は、ま、昼間お仕事してる方うん。昼間お仕事、まあ、みんなお仕事してるけど、まあ、お仕事してる世代に、あの、うってつけのダイエットじゃないですかっていう話になったの。うん、まあ、私自分のことしか考えてなかったから、 まあ、ぶっちゃけね、え、そうだ、そういえばそ、ね、そうだね、みたいな感じで、あの、まあ、確かに、あの、時間がない人が、あの、無理、何にも無理しなくても、時間調整だけでダイエットできるし、まあ、健康になれるものだと思うと、すごく16時間断食って理にかなってるもんだなと思って、あの、みんなお仕事してる人を <laughs> が、あの、うんと、時間が空いた時に、 見るっていう前提にちょっと私の頭を、チャンネル全体の頭を切り替えたのね。うん。だから、まあちょっとね、あの、これから、どのチャンネルもちょっと大人っぽい雰囲気に切り替えていこうかな、というか、ちょっと真面目な感じのね、雰囲気に。どっちかというと私は可愛い感じのやつで <laughs>、で作ってみたかったんだけど、あの、うんと、 ねえ、AI にそれは趣味だって言われてしまうて <laughs> 趣味でやってるんですけどって言ったら、そうじゃダメですなんて感じで AI に怒られてしまって、こんなクソ AI とか思いながら。まあ、そんな感じで、えー、とちょっとね、試行錯誤しながら、あのー、ちょっと、もうちょっとプレゼンっぽい資料にこれからしていきたいと思ってます。 ま、そんなわけで今日のアウトプットをやっていきたいと思うんですが、ま、しょっぱだからね、こんなに喋ってたらね、何分になっちゃうんだっていうふうに心配になる方もいらっしゃると思います。今日は早いですよ。今日はあっというままあるので、心配しないでください。まあ、そんなわけで、このアウトプット、今日のアウトプットのシリーズは、えっ、ー、と、私がね、日本ダイエット健康協会の公認ストラクターを目指すにあたって、後ろに、写真の後ろにあるのが、うんと、テキストの、えっ、ー、と、1級と2級のやつなんですよ。 そう。その1級と2級の内容をアウトプットしていくっていう風なポッドチャットです。で、なるべくね、あの、音声しか聞いてない方にわかるように、無駄話を多くしてます。っていうわけじゃないけど、勝手に無駄話が多くなってるだけだけど。 そう。なので、あの、テキストじゃなくて、このね、あの、表示全然見なくても、皆さんね、なんかお仕事しながら、えっ、ー、と、暇つぶし、何でもいいと思うんですけども、あの、ダラダラ流すみたいな感じで聞いていただければいいなと思ってます。大、ま、体、あ、いいね、無駄話が多い。<laughs> 気をつけますからね、許してください。そんなわけで、えー、っと、早速行くんですが、今日からね、ちょっとショーが変わって、より具体的なダイエットの話になります。こちらです。 現代ダイエットの基礎知識そう今までね、お釈迦様が出てきたりとかね、まあなんかあの、うんとミニスカートの話もあったね。<laughs> なんかどこがどうダイエットにつながっていくか分かんないような話が多かったんだけど、こっからはあのちょっと本格的になってきます。うん、で今日の 問題6は、そんなに難しい言葉は出てこないんだけど、まあ今時ね、メタ,ブリメタボリックシンドロームって言葉の意味がね、よくわかんないっていう人もあんまりいないと思うんだけど、そう。まあ要はメタボですわね。そう。まあ今日出てくる専門用語ってそんなぐらいなもんなんだけど、明日になると、突然、あの、知らない人は知らないような言葉が出てきます。まあそんな中で、そんなわけで、まあその一つ一つの説明をしながら続けていきたいと。さあ今日の問題は、 えっと、メタボ予防のために最優先は薬を飲むことである。まるかバツか。これね。そう。これ、これ。うん。これね、テキストには書いてないから、あのー、テキストを作った人がどう考えてるかって言われるとちょっとわかんないんだけど、まあ、一般的にはね、薬とサプリメントは違うものです。はい。 まあね人によってはさサプリメントって、まあ、薬みたいな形してるから、まあ、サプあの薬イコールサプリメントって思ってる人もいるかもしれないでもサプリメントはあの食事を補うものなんですなのでサプリメントは分類としてはどっちかというと食事ご飯なんですよ、はい、そう思うとじゃあこれねメタボ予防のために んメタンボー予防のための最優先はサプリメントを飲むことであるって言われれば、まあまあまあ、丸ってことはないけど三角かなって思うんだよね。でも、薬を飲むことはって言われるとまたちょっと違ってくる。まあその中で今日のテキストの、えっ、ー、と、大テーマ。大テーマはこれです。メタンボを防ぐダイエットの基本理念。<laughs> 今理念って言ったね。ごめん、もう一回。 メタボを防ぐダイエットの基礎、あれ今日はなんか噛んでるね。もう一回。メタボを防ぐダイエットの基礎概念。まあ、このテキストはね、概念って言葉好きね。<laughs> まあまあ、どんなことか、まあ、早速やっていきましょう。具体的にはこんな感じですね。この言葉、どっかで聞いたことあります ?1 に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬っていう言葉。 私はね、どっかで聞いたことあったんだけど、何だったかなってわからなかった。まあ、どういうことかというと、平成17年に厚生省が生活習慣病予防習慣実施要領を <laughs> 除けるキャッチフレーズとして作ったものなので、 そうまあ、厚生労働省が作ったんだけども、まあ、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後は薬って、まあ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 、うー、んうん、まあ、ちょっとね、どうしてそういうことになったかっていうのは、これからちょっとお話しするんだけども、まあ、このあとね、これはね、えー、と平成17年の話なんだけど、その後、平成20年の4月から、えー、と医療保険者、まあ、国保ですね。 に国保に入っている人において40歳以上の非保険者と非扶養者を対象とする内臓脂肪型肥満に着目した健康及び保険指導のジジが実施が義務付けられたことでこのキャッチフレーズはそのまま使われています。何のこっちゃか。まあ、要するにさ40歳以上の人にあんたあのメタボじゃないですかっていうふうなあの えっと、あの、うんと、検診とか、えー、っと、指導が義務付けられたんだと。そんなのあ,あるかなあったかな私ね、うんと、まあ今日ちょっと最後にちょっと話したいと思うんだけど、あのー、なんだろう。こうやってね、おしゃべりしてくる分には、コミュションってことはないの。人と向かい合って、顔を合わせながらとか、まあ、うんと、ズームとかでもそうなんだけど、 あの、顔を見ながら喋る分には全然ね、コミュニケーションに問題はないんだけど、文章とかね、文章のやりとりがダメなのよ。うん。だから、紙に書いてあるものとか、文章、まあ文章だよね。で、あのー、人とコミュニケーションするのがね、もう苦手というか嫌いというか、絶望的にできない。うん。だからね、あのー、 YouTube 再開するのも SNS 再開するのもね、でもね、まあ、まあね、ねコメントのやりとりがね、本当怖くて仕方なかった。うん。まあ、それについては、まあ、最後にお話しするし、えーと、昨日発信したのかなうん、の、えっと、M キャスの中でもね、まあ、このようエ M キャスの中でも、あの、うんと、コメントはいりませんっていう、もう、YouTube にはね、ありえないような、 あの、ことを <laughs> 書いてあるのがあったんで、まあ、そこら辺、あの、私はいかに、あの、あの、コミッション、文章、言葉の文章のコミッションなのかっていうのは、まあ、気になった方はそちらをご覧ください。そう。でですね、うん、まあ、概要欄に貼っとこうかな。そう、忘れなかった。忘れたらごめんね。<laughs> 私って適当だな。そう。 ま、話は戻ってね、このキャッチフレーズ、そう、これはね、えっ、ー、と、サブタイトルがついてて、このサブタイトルがね、私結構気に入っててさ、それね、良い生活習慣は気持ちいいっていうサブタイトルなの。うん。まあ、気持ちいいというか、あのー、えっと、みんなさ、分かっているのよ。だって、みんな分かってるじゃん。あのー、自分の生活が、あのー、 ね健康に、生活習慣病に直結したりするものもいっぱいあるだろうし、気をつけてる気をつけてると言っても、あの、気をつけきれないところがいっぱいあるのって普通に生活してるとあるじゃん。 だからさ、良い生活習慣は気持ちいいって言われれば、まあそりゃそうだろうなとか思うんだけど、実際はさ、気持ちいいにたどり着ける人ってあんまりいないからさ、いないから、今のね、生活して。だからこそ、このね、あの、キャッチフレーズがね、あの、私は結構好きなんだよね。で、このさ、 この1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬の1に運動っていうのが、なんで1に運動になったかっていうと、これちょっとね、エピソードがあってね、これもテキストに書いてあったんだけどさ、あの、普、普通っちゃあれなんだな、<laughs> ほとんどの人がさ、運動しないで生活してる人が多いっていうふうに、この、えっと、15年ぐらい前のテキストは言ってるわけよ。 そう2009年とかの本だよね、これ確か。そう私もね、まあ、そうかな、その頃はそうかなと思ったんだけど、私さ、毎日歩いて、40分歩いてあの、橋渡って仕事に行くじゃない、そうするとさ、みんなすっごい走ったりとか、歩いたりとか、まあ、あの昼間になるとね、もう黙々と走ってる人がいっぱいいるの。 そうすると、まあ、ほとんどって言っていいかどうかわかんないけど、まあ、その頃よりは運動に対する意識が変わってきてるのかもしれないね。ただね、うんと、まあ、これ聞いてる人で、私のように、あの、車がないと普通は生活できませんみたいなところに住んでる人がどれくらいいるかわからんけどさ、わからんけど、私ね、たまに関東に行くと、まあ、私も横浜に住んでたことがあるんだけど、関東に行くと、まあ、関東に人はやっぱね、 あの、田舎の人よりね、運動してると思う、なんたって歩く量が違うもん。本当そうもそう。田舎に住んでて、田舎じゃ、田舎って言ったらなんだけど、地方に住んでて、あの、どこ行くにも車が当たり前の生活に教える人たちこそ、本当に運動不足だと思うよ。うん。そう。東京の人とか関東とか都心の人はね、やっぱ歩くもん。 しかも早い。<laughs> 私なんかさ、だらだら写真撮りながら歩いてると、すぐぶつかって怒られたりする。そう。まあだからまあ、その一2運動っていうのは、ほとんど運動しない人が多いってことに関して、関して、その当時ね、これなんだっけえ、平成17年か。平成17年当時、えっ、ー、と、こういう標語になった、キャッチフレーズになったんだよね。ねそう。だから、あの、その、 一生懸命運動して、あの、ダイエット、メタボにならないようにダイエットしましょうねっていうことで、えっと、最初に、1に運動っていうのが来たらしい。で、2に食事に関しては、2に食事に関しては、まあ、食事が大事なのは当たり前だから、まあ、1が運動ってことで、運動もちょっとね、あの、根付かせるために、1が運動で2が食事になったみたいよ。まあ、話はね、この次がね、 私にとってはね、結構大問題ですさ。それがこれ。しっかり禁煙。そう。私ね、16時間ダイエットを始める半年ぐらい前まで、あの、タバコ吸ってた。うん、タバコ吸ってた。というか、あの、タバコやめたき、やめたわけじゃないんだけど、あの、映画を、ま、あのね、ちょっと話が戻るんだけど、私はあの、この、 10ヶ月ぐらい前からも,うものすごい映画,を映画館で画を見てて、映画館に行くためにもういろんなものを、あのー、節約して、タバコもお酒も、お酒はやめられなかったけど、タバコはやめて、えっと、映画館に通い詰めたの。だから別にタバコをやめたわけじゃないんだけど、あのー、まあ、確かにさ、タバコはね、ここに書いてある通りにさ、生活習慣病に直結する要素がいっぱいあるわけ。お酒以上にいっぱいある。 うん、だから、まあ、うんと、タバコを吸うイコール、まあ、健康リスクがすごいあるんだよってことを知ってて、それを、あの、納得できる人は別にお金払って吸うのは全然構わない。だから、あの、標語としてはしっかり聞いまあ、そりゃそうだろうと思うけどさ、まあ、そんなのあん,あんたの自由でいいんじゃないのみたいな、私の自由でいいんじゃないのって思ってる。ただね、私はね、えっと、タバコ、 って言われたときに、全部タバコって言うと、ちょっとそれもどうなのかなと思ってて、私はね、パイプタバコとか、は巻きが好きなの。うん。紙に巻いてある、普通にどこでも売ってるタバコは、まあ、年、吸ってたときでも1、1ヶ月に1本、2本だな。だから、買わない。いつももらえタバコ。ごめん、タバコ1本ちょうだいって。また買おうとか言われないからね。<laughs> そう、もらえタバコだったけど、あの、私はさ、あの、パイプに、 パイプね、タバコを詰めて、あの、拭かして吸うとか、あの、ちょっとリッチにパイプじゃなくて、は巻きを吸うとかの方がすごい好きで、もう本当嗜好品だよね。だから私ね、癖じゃないんだよね。タバコが好きですって言ったの、うん。香りとか匂いとかが。うん。そう。だって、パイプとか、は巻きの香りとか、本当すごいいい匂いなんだよ。たぶんね、あの、 私の部屋に、タバコ吸った頃の私の部屋に入った人は、お香でも炊いてるのっていうぐらい。それくらいパイプの匂いとか、ほんとすごいいい匂いなんだけど、まあ、健康被害が全くないかっていうのはそういうわけじゃない。ただ、あの、紙巻きタバコの場合は、あの、すごい熱い煙が体の中に入ってくるわけ。あの、火が近いからね。火が近いから。熱い煙が入ってくることで、煙ってある程度冷えないと、ニコチン、体の中でニコチンが吸収しないわけ。 だから、あの、紙巻きタバコは、あの、しっかり吸って、肺まで入れないと、ニコチンの効果が出ないわけよ。でも、あの、葉巻きとかパイプは、まあ、葉巻きはちょっと違うけど、葉巻きはね、あんまり近くな、近くなればなるほど味が美味しくなくなってくるから、まあ、美味しくなくなったところでやめちゃうみたいな感じなんだけどさ、パイプは、どっちかというと、あの、口元に来るまで、煙がしっかり冷やす、冷やすようになってるの。 うん。しっかり冷やして体の口に入れて、しっかり冷やしたから口の中だけでそう、肺に入れなくてもニコチンが吸収できるっていうもので、どっちかと,いうとパイプとかの方が体に害が少ないっていうのも事実。うん。そう。で、値段も実はすごい安くて、私が毎日、あの、持ち歩いて吸ってても、あの、うんと、パイプタバコはね、たい 私はあの、1ヶ月 100g ったらもう多分吸い切れないな。だから、あの、吸ってもね、1ヶ月に3000円だな。うん。まあだから1ヶ月に3000円でタバコ吸えると思えば、パイプパターバコ全然ね、お得だと思うんだけど、ただね、お手入れがね、めんどくさいと思う人はダメね。お手入れも含めて楽しいと思う人が、 まあ、パイプタバコを押せばいい。こった。<laughs> やばいやばい。ダイエットの話もらなきゃ。まあ、たメタバナししてるとね。何のね、テキストかわからなくなっちゃうからね。<laughs> そう。まあ、そんなわけで、1に運動、2二食事、しっかり禁煙、最後に薬。っていうことで、今日の本題の、えっ、ー、と、答えになっていくんだけど。そう。さあ、張り切っていきましょう。で、最後に薬。 は、やっぱり薬はね、あの、最終手段なのよ。そう。激物だからね。<laughs> そう。うん。まあね、まあ、どんな病気でもそうだけど、薬を飲まなきゃいけないってことは、もうね、本当体が危機的な状況で、あの、薬って言ってもさ、いろんな成分が入ってる。まあ、化学薬品だからね。そう。天然自然のものじゃないから、もうね、あの、ピンポイントで効くようにできてるわさ。 うん、で私はね、ダイエットの薬って、まあ、実は飲ん,飲んだことないから、わかんないけど、まあ、ダイエットの薬ってあるのなんてぐらい思っちゃうかな。<laughs> そ,うそう。まあ、なのでね、あの薬は本当最終手段で、あのまあ、多くの人はねあの生活あ、生活習慣病で病気になってから薬っていうことなのかな。そう。まあ、そういうことだと思うのよ。 まあ結局あの最初の問題の答えは、ね、えっとメタボに何て言ったっけ最初の問題えー、っとそうそうそうメタボ予防のための最終優戦メタボ予防のための最優先は薬を飲むことであるって言われたらまあ、それが最終手段なわけだからもちろん罰××罰よ罰×うん 薬を飲まなきゃいけなくなるほど、あの、生活習慣病が悪化するよりも先に、だっしっかり食事制、運動して、しっかり食事を研究して、食事制、食事制限というか食事を研究してね。そう。で、まあ、禁煙はほどほどにし、お酒もほどほどにし、まあ、生活しましょうと。それでもどうしようもなかったら、あの、最後は薬に頼るのもまあ仕方ないかなっていうようなお話でした。 ま、そんなわけで今日の、えっ、ー、と、まあ、この絵のアウトプットはこれで終わりになりますか明日はこのお題です。あれあれんよいしょ。出てきました。突然の専門用語チックのやつ。メタボリックシンドロームは BMI で判断できる。う、まあ、この BMI ってさ、そう、まあ、 みんな知ってるのかな私はさ、あの、このテキストを初めて見たときは、b m i って言葉は知ってるけど、BMY って、まあね、体重計でも出てくるのもあるし、あの、今の体重計だったら大体出てくるかな体脂肪率が測れるタイプの、えっ、ー、と、やつは多分出てくるよね。うん。 そうまあ、身長とかさ体身長とか年齢とか入力して体脂肪率を測る機会は多分出て,出てると思うだって計算で出せるもんうんそうまあその計算の方法なんかも明日のね、えー、と話し中で出てくるんだと思うんだけど、まあ、BMI メタボリックシンドロームは BMI で判断できるかっていうのがマルカバスが明日のお題になります そんなわけで今日も、今日はここまでになります。毎日19時に配信している、います。と言いながら、昨日はね、ちょっと遅れてしまいました。そう、待ってた方もいらっしゃると思うので、ごめんなさい。うん、で、えっ、ー、とまあ、さっき途中ちょっとお話したんですけど、私はね、極度のあの、文章コミュ障なんですよ。なので、ぶっちゃけコメントは いりません。<laughs> そう。あの、高評価、チャンネル登録だけいただければ満足。<laughs> どうしてもコメント入れたい方はコメント入れてください。ただ、あの、読んではいますが、返信はできるときとできないときあるので、できなくても怒らないでくださいね。許してください。あの、そういうタイプの人なんです。そんなわけで、今日もまこね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。 明日もまた楽しく私とダイエットの勉強をしていきましょう。まあこのようでした。またね。バイバーイ。